こんにちは。ごめんなさい。めちゃくちゃ遅くなっちゃった。あ、髪の毛綺麗になった。ありがとうございます。実はこれ、ストレート当てました。なんかもう何年かぶりにストレートにしてみました。で、今日何食べるの？そう、何食べるのなんですけど、実は今日食べるものは、またまた日本の和菓子なんですけど、私がね、生配信で一回やってみたかった、琥珀糖です。そう、私大好きなんですよね、琥珀糖。ASMR といえば琥珀糖。ではでは。実はね、今日用意したのが琥珀糖だけじゃなくって、こちらですね。まずこっちが琥珀糖なんですけど、初めて食べる琥珀糖で、ちょっとねお高いいい琥珀糖です。木舟の彩りっていう琥珀糖なんですよ。ジャーリジャーリの琥珀糖。そう、正解正解。じゃん、琥珀糖。ちょっとこれすごくないですか。これすごい綺麗な琥珀糖。琥珀糖って結構なんかこう形がね、いろんな形のねやつがあるんですけど、これはすごいなんか統一された綺麗に切られたやつです。はい。でね、こっちくず切りなんですけど、このくず切りこんな感じで自分で後ろからニュニュンと出して、ところてんみたいな感じでニュルンと出すやつ。琥珀糖楽しみですね。若干琥珀糖のこの量に対して皿がでかいっていう大問題が起きておりますが、ボロンって落ちた。しかもめっちゃ綺麗。こんな感じですね。すごい可愛い綺麗な扇形。水色とピンクと白があります。でこれともう一つがくず切り。これどうやってやるんだ、やり方がわからない。あ、すごい、なんかこう注射器みたいな、こうギュッと押すやつが入ってますね。で黒蜜で竹ちゃんとポコポコになって、ここからくず切りがニュ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 って出るやつですね。早くしててある。安心してください。生配信1時間です。怖いなぁ。これいけるかなぁ。私こういうのは漏れなくミスる派なんで、ちょっと怖いですけど。いきますよ。うわうわうわ、すごいニュルルンと出てきてる。これ切れてんのかな、本当に。いけた。奥までいけたよ。おぉ、いけたんじゃない。これなんでこの子たちは最後出ないの。いけた。おぉ、どうぞ、綺麗に出た。黒蜜かけます。おー、いい感じですね。黒蜜です。これ楽しいな、このくず切りのやつ。でも意外と高いっていうね、これ300円するんですよ、これ一つで。300円ぐらいするんですよ。で結構割高だなと思いつつ。まあでも楽しそうだったんで買っちゃいました。はい、こんな感じです。くず切りと琥珀糖です。じゃあいただきます。琥珀糖からいこうか。琥珀糖ってね、店によって全然違うんですよ。ここの美味しい。やっぱこれこの量でちょっとお高いなと思ったけど美味しいな。これ音聞こえないですか？イヤホンしないと聞こえないやつ。イヤホンしたら聞こえるかな？ちょっとやってみます。いけるかな？すんごい絡まってるやつはい、いけ。ちょっとこれ iPhone 用じゃん。 iPhone しかさせないじゃん。すごいグダグダだけど、どうしよう。でもね、生配信はもうグダグダがお決まりです。はい、いきますね。これと音どうなりました？私全然わからない。聞こえてます？いい感じ、いい感じ。よっしゃ、いきます。オッケー。どうどう、あんま聞こえないか。これ難しいですね。難しいようです。ごめんなさい。やっぱり楽しんでみてください。音じゃなく。ちょっとじゃあこのままくず切り。はい、くず切りがね、こんな感じですね。これ、どうかな。お、でもプチプチ切れるのが早いな。ちょっと大丈夫これ。こんな切れるいいか。いきますね。あ、おいしい。おいしい。冷たい。冷やしてたからツルンとする。ちょっとプチプチで、そんなになんか麺みたいにツルツルンといく感じじゃないけど。うん、コーラは。コーラあるんですよね、実は。今、冷蔵庫の中に。ちょっと飲もうか。合うかな、この組み合わせ。くず切りふーってしてた。してました。多分ね、これはもう習慣ですよ。人間の習慣ってすごいもんで。うん。スプーン持ってこよう。ついでにコーラ飲んじゃおうかな。コーラ。氷欲しいな。コーラ飲むなら氷が欲しい。美味しそう、コーラ。お茶がいいかな。でもコーラ、ちょっとコーラでいきます。く
フルーティーにコーラってすごい変な組み合わせですけど美味しい。美味しいものは何に組み合わせても美味しいっていうの。うん。うん。안녕하세요。먹는거이름이뭔가요？이거는고학도라가는한국에서도인기가많잖아요。한국먹방유튜버들도소개하는소리가많이나는과자。좀딱딱한데안에젤리가들어가있어요。맛있어요。그리고이거는구즈끼리구즈끼리라고하는구즈끼리이것도일본과자인데조금면처럼생긴젤리整形してるの疑問一切してません。あのあれがあったらいいんですよね。整形してる人はできないようなこうなんかここをこうやっちゃいけない、鼻をこうやってやっちゃいけないとかなんかあったら言ってください。私何でもしますよ。あの整形何もしてないから。うん。くず切り食べ終わりました。おいしい。うん。お、同窓会どうでしたかって書いてる方がいる。すごい。え、私言ったっけ同窓。あ、言ったのか。あ、言ったのか、この前マジで忘れてた。そうそう、めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。怖い話してほしいぜ。怖くないけど怖い。あ、私でもね、怖い話って言えば、あ、大した話じゃないんですけど、私ね、霊感はないんですけど、金縛りによく合います。特に初めて行くホテルとかで何とも思ってないですよ。別にこのホテル別に何とも思ってないと思うんですけど、なんか金縛りが起こるホテルって結構毎回起きます。金縛り気質なんですよ。なんか二十歳までに金縛りに合わなかったらもう合わないけど、二十歳までに金縛りになっちゃうと今後も起きるなるみたいな、そういうのありますよね。私は多分ね、金縛り二十歳前になってるから、そっからもうずっと金縛り金縛りです。一回ね、あの地下にあるその美容皮膚科さんみたいなとこに行った時に、私もうガッツリ金縛りにあって、ちょっとここはもう来れないと思って、結構な金縛りだったんですよ。いや、金縛り痛くないんですけど動けないんです。動けないし、場所によってはなんかね、ちょっと半目が開いてて向こうから誰か入ってくるのがちょっと見えるんですよね。こう薄目から、多分目半開きでちょっと寝てるタイプなんで私、だから目の間からちょっと見えるんですよ、意識がある分。そしたら、え、誰か入ってきた、え、なんでみたいな。誰もいない時でもそうなるから、多分なんかそれは私は幽霊か頭の錯覚だと思ってるから、ちょっとどっちか全くわからないですけど、そう、声も出ない、なんか出そうとした、うん、みたいな詰まる感じ。なんかよく疲れてる時とかレム睡眠になるって聞くんですけど、どうなんですかね。出すかね。どうなん出すとか言って食べますね。今ズラスビチェって書いてますね。ズラスビチェ、メニアザブとトギモチ。これ韓国人の、あ、ロシア人の方かな、違うかな。ニーハオってきてる。私中国語は全く分かんない。あ、でもこれ分かります。発音はっていうか分かんないけど、チンテンテンチーティンハオ。通じてる。今日はいい天気だみたいな感じのやつ。使うみたいな。これ使う。あのね、私大学院の頃に大学院生と同じ研究室の子たちが、あの中国人の子多かったんですよ。だから中国語をその子たちにめっちゃ教わってた。アスカアスカ、中国語でこれはこうだよとか、変な中国語もいっぱい教わったから。これ食べ終わった後なんか他にもないかな。ちょっとデザートあれば持ってきますね。美味しい。これ美味しいな。もうあと2個だ。コメント欄復活求む。そうですね、コメント欄、あのね、でもまだちょっと後になるかもしれないですけど、コメント欄開ける予定です。ちょっとだけ延長しましょうか。一旦動画を閉めます。まだ生配信中でまだまだ続くんですけど、今日は終わりです。生配信でこれからもちょこちょこやっていこうかなと思うので、ぜひぜひ、実際にね、生配信見に来てくだされば嬉しいです。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。